はい、ではですね、今日はちょっとあの年休というですね、まあ社会人が休んでいいお休みを使わせてもらって、ちょっとねグリーン車に今乗っております。で、お昼ご飯はハッピーセットを2つ買ってまいりました。そしてシールも2つゲットしております。炭治郎&ねずこが出れば、もうコンプリートになりますので、ね、今日一応ですね、まあ、チキンマックナゲットと、これサラダで、これはポテトとチーズバーガーが入っておりますので、じゃあちょっとまずシール開封からいきたいと思います。はい、じゃあね、ちょっとこれ見ないように撮るのは大変でした。結局さ、もうそろそろさ、炭治郎ねずこ以外は全部2枚当たっちゃうから、ちょっと早くしたいんですよね。さあ、これは誰だ、開けただろうか、富岡。富岡3枚目っすね。3セット目。やばい。もう1個は何だ、誰だ。せっかく、あ、でも綺麗に切れそうだった。切れてね。これは誰だ。まだ、なんで最後切れてないのか。やばいやばい。じゃあ行きましょう。最後いくよ。なかなか出てこない。なんで出てこない。これは校長忍です。やばい。これで炭治郎ねずこ以外全部2枚出てしまった。いやー、富岡校長ってちょっと組み合わせ的にはいいんだけど、ああ、コンプリートならずということです。はい、じゃあまずはサラダから。うん、やっぱね、ごまがうまいですよ。ごまが、うん、ごまとで最高、美味しいですね。うん、うん、美味しいです。はい、ではですね、今度はチーズバーガー、チキンナゲット、ポテトね、ポテト久しぶりに食います。ちょっと時間経っちゃってるね。でもうまい。うん、やっぱうまいよ。最強の組み合わせです。バーガーもいただきました。うん、うまい。やっぱマクドは中毒性ありますね。うん、うん、うますぎる。ミルクにしました。まあ、というわけでハッピーセット、残念ながら炭治郎ねずこは当たらず、コンプリならずでしたが、またね、まあ、楽しみが増えたと思えばいいと思いますので、
またやっていきたいなと思います。それでは皆さんも良い週末をお過ごしください。花金万歳。